テンペスタは、ルネサンス期の巨匠ジョルジョーネが1506年から1508年頃に描いた絵画。現代、ラテンプスタの日本語訳の嵐とも、ベネツィア貴族のガブリエーレ・ベンドラミンの依頼によって描かれた作品で、現在は、ベネツィアのアカデミア美術館が所蔵している。画面右には乳児に母乳を与える座った女性が描かれている。ジプシーの女、 あるいは売春婦ではないかという説もある。座った母親が母乳を与えるときには、膝の上に乳児を乗せるのが普通だが、この絵画では母親右側の地面に乳児が座らされているため、母親の反らしんがあらわになっている。これは母親の役割は神聖なものというよりも、ごく日常的なものであるということを示唆している。川を挟んで画面左側には、 兵士のような男が長い杖か槍のようなものを持って立っている。微笑んだ男の視線は画面右を向いているが、川向こうの女性を見ているようには描かれていない。美術師絵たちはこの男性を兵士、羊飼い、ジップシー、独身貴族など様々に解釈してきた。X 線による解析で男性が描かれている場所にはもともとラフ像が描かれていたことが明らかになっている。 男性の背後には柱が描かれており、柱は力を意味するシンボルとされることもあるため、この男性は安定を表しているという説がある。しかしながら描かれている柱は壊れており、この場合には古典的な解釈によれば死を意味する。画面中央やや右の建物の斜めになっている屋根には、コウノトリらしき鳥が描かれていることに注目する研究者もいる。 コウノトリは子供に対する両親の愛情を示唆すると、されることがある。テンペスタには、題名の由来にもなった近づく嵐が描かれているが、緑と青で表現された色調は抑制され、雷の表現は穏やかと言える。人物像の背後に描かれている風景は、絵画の単なる背景にとどまらず、再初期の風景がとも言えるもので、このジャンルの絵画の発展に大きく寄与した重要な、 ものであるこの絵画に表現された、性質な雰囲気は現在でも見るものを魅了し続けている。この絵画を嵐と説明している、当時の信頼できる文献は見つかっておらず、何が描かれているのか信頼できる記録も存在しない。この絵画が何を意味しているのかについては、マタイによる福音書に書かれているエジプトへの逃避、ギリシア神話のパリスといいのね。 古代ギリシアの牧歌的な物語パストラルなど、現在でも様々な解釈が存在する。イタリア人研究家、サルバトーレ・セッティスはその著書、絵画の発明、ジョルジョーネ、嵐解読で、荒れ果てた街並みはエデンの園で、男女はアダムとイブ、ニュージは二人の子供の会員である。雷は彼ら二人をエデンから追放した神を意味していると指摘している。 その他道徳的な偶意を見て取る者や、ジョルジョーネはこの絵画に何の意味も持たせてはいないとする者もいる。また、テンペスタ大真似の草上の昼食に影響を与えた作品であるとする研究者も多い。チェコの詩人、ラディスラフ・ノバクは、ジョルジョーネのテンペスタと呼ばれる詩を書いている。その詩には、マイスター・エック・ハルトが登場し、描かれている男性は羊飼いに固くした。 ジョルジョーネ自身で、女性はジョルジョーネが愛した夫人だったが、ジョルジョーネの思いは届くことがなかったと説明させている。アメリカの作家マーク・ヘルプーリンは1991年に発表した小説、兵士アレッサンドロ・ジュリアーニで、主人公のお気に入りの絵画に設定し、物語中で重要な役割を与えている。ありがとうございます。